辛いな。家の中で釣りしたら、うん、家の中のそこで家の中の畑を。あ、やばい、やばい、それはまずいです。あ、マフマフの画面を見てたらマグマに死にました。落ちました。あんま次のこと助け言ってくるわ。帰りたい。拾えるものだけ拾っといて。ちょっと待って、マジそういじゃん。帰りたい。行ってくる、行ってくる。お家に帰りたい。大丈夫か、ほんと僕お家に帰りたい。だいたい覚えてる、だいたいは覚えてる。てか、だいたい松明あるし、あるはずだし。こっちだ。こっちは松明ないのか。あ、いた、松木、こっち。ん、あれか。え、拾えてないアイテムある、まだ。いや、一通り拾ったかと。よし、これなんだこれ。 TNT 付きトロッコとかあるの。こっちだ、こっち、多分。はい。うわうわ、なんかいる。あいつやろう。ほんとに。うん。スライム。そう、倒そう。はいはいはい。2人なら。光の矢消えてた、もしかして、そういや。ん、強っ。光の矢消えてた。うん、光の矢っていうのアイテム。いや、見てないっす。何が怖いって、間違えて豚を攻撃しちゃうのが怖い。やばいですね。あれ、マグマゼリー落とさなくなったのか。マグマゼリー確か、なんかそんなアイテムがあったんだよね。入ったー。おかえり。マフマフ、今日は大丈夫？帰れる。僕、酔いですか？はい。あの、酔わないようにやってるのと、酔い止めをあの、2錠飲んだ。おお、準備万端。うえー、帰ってこれたー。帰れたんだ、偉い。雨降ってる。この家屋根ない。あっちだな。え、何これ。どうしたの。耕すじゃないですか。はあ、種が氾濫を起こして飛び出してくるんですよ。ほら。種やる。うん、隣やる。ほら。あ、そこまだ水に湿ってないからじゃん。あ、そういうことか。リンゴ、リンゴあるじゃん。ご飯のレシピ。ちょっともうちょっとネザー探索するか。やはり、いや、そんな気はした。正直何かのケーキが作れるのではないかという気はしたけど、パンプキンパイなんていうものが作れるとは。作らせていただきます。かぼちゃ、卵、砂糖。はい、ケーキ作れた。パンプキンパイを3つ作りました。シャ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 。ないな。なんかないかな。天月は 3D 用しないの。大丈夫です。そうだよね。はい。そうだよね。何聞いてんだ俺。当たり前だよ、ね、あんだけ PUBG とかで VV 言わせてるやつ。 VV ここの心配はないですね。珍しいよね、逆に 3D 用意する人。マフマフぐらい重度の人って結構珍しい。そうなのかな。結構いる気がするな、周りにいる。うん、自分の知り合いには。あ、まあ、でも自分ほど重度の人はそんなにいないですけど。なんか死にかけてたもんね、最初の2回とかね。うん、でもなんか慣れてきた。あと酔い止め飲むといける。あ、え、ちょっとなんでお前ゾンビ、ちょっとお前ちょっと空気を。あれ、村人ゾンビじゃないそれ。この、あ、殺されるかも。マジ頑張って。あの、水を取ろうと思って水先忘れた。あ、倒した。あぶね、死ぬとこだった。こうやってやっとけなきゃいけないのか。珍しいゾンビだった。待って、僕もね、そういう意味で SP1 だったわ。大丈夫、ちょっとみんな。やばいやばいやばい。やばい。SP ってどうやって隠すの？ちょっと本当に食料なんだな。そうだね。SP1。ご飯ないんだな。お腹のヘルト3っていう、もう今にも死が。木が目の前に、うん、そこの食料全部食べちゃうとあれだから、これパンを作ろうかな。こうでかい畑がある。そうなんです。鶏家畜を始めた方がいいんじゃないですか。鶏がいいのかな、やっぱ豚かな。豚、小麦を持って。じゃあ豚
農園作る今日なんかやった方がいいと思う。そうするか。じゃあマフマフ、はい、あ、天月にも渡しておこう。ん、ですね、チェストに入れといてもらえれば。これこの小麦をですね、はい、持っていると、はい、豚が寄ってくるんですが、はあ、豚を引き連れてきて、オッケー、柵に入れる。おの、しかし賢く作ろう、今回は。なんか豚じゃなくて牛がついてくるんだけど。牛でもいいよ、この際。牛と豚どちらでもいい。おいで、間違えてずらしてた。おいで、違う、こっちだよ。どう、どう。いやでもなんかやっとちょっとこう村ができてくる感じがいいな。こういう作業大好きなんだよな。マイクラ向いてるよ。こういうなんかこう畑作るのが好きだな。マイクラっぽい作業だな、地味な。いや超楽しい、ほんと。食糧難をこうみんなで乗り切るみたいな。やっぱり食糧難をね。あ、ほいほい、寝ました寝ました。どうだ、あ、みんな寝てる。うん、おー、よし、はよ、新しい朝が来ました。昨晩の犠牲者は天月さん。牛くんおいで。あれ、もう一匹どこ行った、いや畑を作るにも美しい畑を作りたい。さあ、小麦を、の種を手に入れるか。この雑草からなぜか出てくる小麦の種を。小麦の種。お。これでいいのか。これでいいっぽいな。よし。うわ、落ちた。え、大丈夫です。あ、お前も落ちてるのかよ。藤も落ちてる。おいで。おいで。ニワトリがめっちゃ近くにいる。ニワトリも飼えるんです？ニワトリも飼えますね。飼いたいですね、ニワトリも。ニワトリも小麦でいいのかな。ちょっと。よし、オッケー。意外と雑草って手に入んないの。種って手に入んないの。生まれた。はい。生まれた？生まれました。コウノトリの贈り物。何が生まれたんですか？え、チビウシですよ、チビウシ。あ、そんなことできるんだ。そうだよ。最高や。どうやって開けんの？完全に迷子。天月、ニワトリって何好きなんだっけ？ニワトリですか？サラビさんのことが好きなんじゃないですか？あ、まあ、それはそうだけど。嫌だな。なんでだよ。いや、なんかこの会話嫌だなと思ってる。ニワトリ何で寄ってくんのかな。卵を、あ、そう、卵をさっき開けたらパカって言って、なんかニワトリがなんかちょっとこっち向い見てましたよ。卵を開けたらニワトリがこっちを見て、はい、そう、こっちおるの。ほらほら、産んでくれてありがとうなみたいな感じで。ニワトリくん、おいで。ほら、豚さん探す。ほらほらほら、なんか寄ってきたら寄らなかったりするんだけど、なんで。気分によるのかもしれない。種だよこれ。種好きでしょ。あ、入ってた、勝手に。勝手に入ってた。あ、来た。よし、よさ。これ一つだけ色違うの、柵。まあいいかな。逐一柵出す、え、あ、いやいや、開くよ。あ、開くさ。あのね、うん、ここが開きます、ここが。ここほら。あ、ほんとだ。この色が違うところが開くと思いきや、その、色が違うところの隣が開くっていうね。また夜になった。これはあかん。帰って寝よう。うん。よいしょ。豚担当です。
豚担当の、じゃあ天月入っていて入っていて、もう一匹連れてくるからさ、ちょっと産んで、もう一匹豚を、もう一匹連れてくるから豚との子供を、こう天月と豚の子供ひどい、ニワトリがめっちゃついてきてんじゃん、ニワトリ。そうだよ、おいで、ここだよ、種持ってるでしょ、俺。食べたいね、種持ってるよね、俺。豚、あ、牛、お前、もう何、おい、牛、牛、おい、鳥なんか羊どうやったらこっち来るの。羊も殲滅対象だよ。ちょっと出な、出ないで、出ないで、おいおい、牛はいはいはい、豚は寄ってこないよ。あ、豚は人参なの。人参なんだ。馬じゃないの、人参は。ん、馬じゃないの、人参は。人参は馬じゃないの。豚は人参か。豚って人参食べるのらしいね。へえ。馬付きじゃちょっと地下探索して人参ゲットしてきてよ豚を捕まえるのか。俺はちょっともう一回ネザー行ってくかな。え、何しに。ネザーの城を見つけにだよ。だいたいみんなでゲームした時に最初に攻撃してくるのマフルタイだよね。なんかつまんないじゃないですか、平和って何、怖いんだけどこの人。あ、あ、死んだ俺。え、なんで、え、なんで死んだ急に死んだ。どうして。あー、あ、松木が。さよなら松木。さよなら。あ、レンタル式だからな、レンタル式。マジ、うん、うん。ちなみに今日あの、このね、ここの場にねゲームやってることも、もちろん対価が必要になってる。用意されたんだけど、俺マフマフに。何を。あ、そう、今日はね、用意したんだけど友達を用意されたんです友達を用意って最悪だな、なんか言葉がない。今日のための友達を準備。今日の友達はこちら、てれん、天月。天月くん、おー、あの話題の天月。おー、バシ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 。天月を用意しました。今日はね、新しい天月が手に入ったので新しい天月バケツでミークリックだっけ。ほんとだ、水。バケツでミークリック、牛乳か。牛乳は飲めるんですか。どうだったかな、単体でも飲めたかも。飲める。飲むとなんかね、毒状態消せるとかだった気がするんだよ。そういう系か。全然作っておくけど。ただ、夜だ。設置型です。やばい、帰りたい俺ね、今ね、帰りたい。あ、レザーとか言ってんのか。はい、そうなんです。帰りたい。どうしよう、襲われる前に帰りたい。なんかこういう時のためにこう室内のにあれを作ってるだけなんだよな。なんかないかな。俺は今どこまで来てるんだろう。帰ってこれた。生きてるって素晴らしい。死んでたじゃないですか。それもそうでした死んでました。そろそろ、そろそろ強制的に帰れそうだな。もうないの、種。種足りな。そらさん体力。はい。そらさんどこにいるの。そうです。え、今ネザーにいるの。そらさんネザーにいます。ネザー。やべ。よし、体力はもうミリ。弓使いが、弓使いが弓を追いかけてくる。スケルトンがいないのが救いだな、まだ。いたらもう死んでる。本当だ、もう死ぬ一歩手前みたいな。そうだよ、もうこれから死ぬみたいな。豚、ネザーの豚ってもしかして肉になる。ならないかな二足歩行してるけど。攻撃してみては返り討ちに合う未来がね。瞬殺されますよ、その体力だったら。そうだ、忍びのような速度で敵が来る前に種を植える。一流の農家。そう、一流の農家である。そして高安くない。マフマフの朝は早い。そう、深夜から始まる。うわ、ゾンビだ。
つぞこいつ。お前うちの畑荒らすんじゃねえべ。声もなんか変な感じになっちゃった。